hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 thứ ba. Hôm nay là Tikutan の朗読はやめて日々ね教えてベタ語を教えてもらってる中で自分で勉強したりねベトナム人の、まあ、会社のね人に教えてもらったりしてそういうところをノートにつけているのでちょっとそういうところを復習してみようと思う。でこれ何回も言ってるんだけどこのドゥンドゥン止まるとかやめてやめてっていうねドゥンドゥンこれ口の動きがね大事だね。ドゥンこのひげの U だよね。ドゥドゥドゥンドゥンドゥン最後閉じずにドゥンドゥンライドゥンライドゥンライオーオーダイドゥンライオーダイニェドゥンライオーダイニェ。ここで止めてください。車乗ってる時とかタクシー乗ってる時とか。一方でドゥン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 最後閉じるんだよね。これはヒゲがない方の U ドゥンドゥン。これは使うっていうドゥンビーティングビーティングマイビーティングドゥンマイビーティング。だからこれをつなげてドゥン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 マイビーティングドゥン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 マイビーティングドゥン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 マイビーティングドゥンドゥンマイビーティング。パソコン使うのはやめてください。ドゥン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 ライ。これはまあ何回もね繰り返し練習するしかないね。ドゥンドゥン他にもねドンドンとかベトナムドンだよね。あとは暑いでノンノンクワノンクワ。これをねお掃除のお姉さんおばさんっていうかお姉さんって言った方がいいのかな。チシンチャオっていつも挨拶してくるからまあちょっと世間話みたいな感じで本来ノンクワノンクワって適当に言っちゃうと言い直してくる。ノンノンクワだよってあノンクワって言いたいんだねって言うんで言い直してくる。あそうかノンノンクワじゃダメなんだね。ノンノンクワノンクワこの NGNG が最後につくこれはノンだけどドゥンドゥンはドゥン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 ライドゥンライドゥンマイビティ使うの場合とねその前の NG というかその前にどの母音が来るか複合母音も含めて母音が来るかによって最後の口の閉じる開く開いたままボケーとするかっていうのが決まってくるってことだね。これが大事だね。ほんとねもう何回も言ってんだけどこれが分かんないことには始まんないと何言っても伝わんないとかねと聞き分けがつかないってことだね。エレベーターね降りるとき昨日思わずねドア閉まりそうになっちゃって降りる前にねドアのところの人がボタン閉じる押して閉めそうになったから、あちょっと待って降りる降りるって日本語で言ったら、あーそういいですね言ってたけど、あでもこういう時降りるっていうんでついねスワントイスワントイスワンでいいとかトイスワンスワンスワンって言えばいいのかなって思ってたけどそうじゃないね。これは出るちょっといちょっといザちょっといザちょっといザオーダイちょっといザザザ入るの場合はちょっといバオちょっといバオ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 ちょっといざ降ります、降ろしてくださいって感じで、ね、ちょっといちょっといざ、うん、これはいい。今ちょっと柔らかい感じなのね。といざは私降りる、ちょっといざ私を降ろしてくださいね、ちょっといざ。まあ考えてみりゃ降りるってねエレベーター乗る降りるっていうよりかはまあ出るって別に自然だよね。日本語のまま考えちゃうとね、そうなっちゃうけど、まあ中国語はでも、シャン、リエンティ、シャリエンティ、うん、多分まあシャン、シャーだと思ったよね、確かね。うん。
じゃあ高速道路だな、高速道路に乗るって、ね、乗るとか降りるとかってね、あのかなり比喩的な感じの表現だったけど、でも中国のこれシャンカオスとかシャーカオスっていうと思うんだけど、ベトナム語ではなんていうの、まあ車運転する機会はないと思うからとりあえずいいんだけど、あとなんだこれね、あ、子供の日、今日子供の日だったね。うんがいちゃ、あ違うわ、うんがいちゃ、えん、うんがいちゃ、えんが違うな、違うな、うんがいちゃ、えんっていうのじゃなくて違う表現だったね。今このノートに控えてないけど忘れたな。でね、祝福するとき子供の日で、まあ、おめでとうとかっていうときシンプルにトイチュッ、まあ、チュッパチュッパトイチュッ、トイチュッコン、コンパコンパ、あなたの子供をお祝いします、トイチュッパ、トイチュッパマン、ハッマン、マンホエワン、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 ワンまあ、とにかく基本はトイチュッ、宿泊の宿、チュニ、チュニ、チュニの孩子、トイチュッ、これがね、押さえてもらって、チュッ、トイチュッ、トイチュッパン、トイチュッパン、トイチュッコンパン、コンパン、あなたの子供、パン、声、成長を祈ります、健康でいることを祈る、うん、そういう感じで、はい。